テレーゼグロープは、オーストリアのソプラノ歌手、作曲家、フランツ・シューベルトの初恋の相手である。シューベルトの友人のアンゼルム・ヒュッテンブレンナーは、シューベルトの死から26年経って彼との会話を思い返し、彼がこう述べたと伝える。私はある人を心の底から愛していて、彼女も私を愛してくれていた。3年間。 彼女は私が彼女と結婚することを望んでいた。しかし私は我々二人が暮らしていけるような職を見つけることができなかったのだ。テレーゼはオーストリア大公国のウィーン、リヒテンタールにて、ハインリヒグロープとテレジア・メンナーの間に生まれた。兄弟にはテレーゼより二歳年少の弟のハインリヒがいた。父が1804年4月6日に高い。 未亡人となった母は、夫が立ち上げたシルク式の小さなビジネスの経営を続けた。建物は、シューベルトの家の目と鼻の先に位置していた。テレーゼは魅力的なソプラノの声を持っており、弟のハインリッヒには、ピアニスト、バイオリニストとしての才能があった。両家は、音楽作りを通じて、信仰を深めていったのである。テレーゼは、 リヒテンタール教区協会で歌を披露しており、そこにはシューベルトが子供の頃から参加していた。教会の100周年の祝賀のため、若きシューベルトは1814年7月に最初のミサ曲であるミサ曲第1番を書き上げた。初演ではテレーゼがソプラノソロを歌い、シューベルトは自らタクトを握った。シューベルトはテレーゼの弟のハインリヒのために、 歌曲アルバムを案であり、その最後のものには1816年の日付が入っている。クレメンス・フォン・メッテルニヒが施行したコイン同意法では、家族を扶養する能力が証明できない場合、シューベルトの属した社会階層の男子が結婚することは明確に禁じられていた。シューベルトが1816年4月にライバフ派の教員養成校の講師の職へ応募したのは、 財政基盤を安定させて、テレーゼとの結婚を可能にしたいという意識に触発されてのものだった可能性がある。しかし、彼は最終的に不合格となった。1820年11月21日、テレーゼはパン屋のヨハン・ベルクマンと結婚した。二人は四人の子供を設けた。テレジア、ヨハン・バプティスト、アマーリア、カロリーナである。シューベルトは、 生涯独身だった。シューベルトの死から8年が経過した1836年9月14日、シューベルトの兄のイグナーツがテレーゼのおばである、ビルヘルミーネと結婚している。ありがとうございます。